今回紹介するのは図解頭のいい説明すぐできるコツ今日結果が出るという本です内容論理だけでなく感情も相手の立場に立った説明を感想とか各項目ごとに図がついていて見やすい10分で立ち読みできたこの本自体の構成を考えても かかりやすすく説明するる。方法が分かる自分のことを振り返ると結論から話すには事前に出てくるか論点を想定しておくべきだなと予測してない説明が来た時はその場で知ってる情報を話しながら考えろってのがあったでも基本は結論から話した方が伝わりやすい。てことはその場で答えが浮かぶくらい頭の回転が速いのではなければ。 事前に想定できることは想定しておかないと以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします